横浜市西区のふるさと西区推進委員会主催によります西区キャンドルアート2018を開催いたします。私は本日司会を務めます森永と申します。どうぞよろしくお願いいたします。こちら美術の広場には西区のマスコットキャラクター西丸ちゃんと西区と交流のある彦根市のキャラクターひこにゃんのモチーフキャンドル、そして小学生の皆さんにより描かれたメッセージキャンドルが点灯されています。オープニングセレモニー終了後はステージに上がってご覧いただけるほか、皆様の後ろにございますマークイズみなとみらいの4階テラスからもご覧いただけます。後ほどゆっくりとお楽しみいただければと思います。それでは開会にあたりまして、ふるさと西区推進委員会の金子会長からご挨拶申し上げます。こんばんは。ちょっとお天気の方が怪しいんでございますけれども、皆さんの熱気でなんとか止んでくれているようでございます。第11回のこのキャンドルアートでございますけれども、彦根市からひこにゃんがわざわざ出向いていただいて応援をしていただいておりますし、それから目の前に各小学校の子どもさんが一生懸命描いていただいた絵が飾ってあります。この行事をするにあたりまして、いろいろな方々のご協力をいただいてできることができます。本当にありがたいことだと思います。西区としてできることというのは、皆さんと共に幸せな毎日を暮らせるために何かのイベントをやりたいなということで、年末のこの慌ただしい最中ではありますけれども、このような催しをしております。どうぞこの西区を愛するために、西区を皆さんで盛り立てるために、いろいろな行事に参加をしていただきたいと思います。今日は幸いなことに風もありませんから、その割に寒くはないようでございますけれども、そうは言っても冬でございます。お風邪を召さないように注意をしていただきたいと言いますし、ゆっくりとお楽しみいただきたいと言います。本日はどうもいろいろお集まりいただきましてありがとうございます。お礼を申し上げます。ありがとうございました。続きまして、寺岡西区長よりご挨拶をいただきます。皆さんこんばんは。西区長の寺岡でございます。本日は西区、キャンドルアート2018、このように多くの皆さんにお集まりいただきまして盛大に開催されますことを心よりお喜び申し上げます。このイベントは、ふるさと西区推進委員会の金子会長やプロモーション部会の山田部会長をはじめですね、地域の皆様方がここをみなとみらい21地区と紀勢市街地の6つの地区の触れ合いを大切にしていこうという思いから、平成20年から始まったイベントでございます。今年で第11回目ということで、もうすっかりですね、西区のクリスマスイベントとして、定着してきました。そして先ほど紹介、ありました通り、今年もですね、横浜開港の立役者でございます井伊家紋の神直輔公のご縁で、彦根市、そして彦根観光協会の皆様、そして彦根のスーパースターひこにゃん、遠くから駆けつけていただきました。後ほど西区の西村ちゃんと一緒にですね、撮影会もやりますので、どうぞお楽しみください。そしてもう一つの本日のイベントの主役は西区の子どもたちです。
皆さんの前にありますこの、キャンドル、小学校の協力を得まして、たくさんのキャンドルを子どもたちに書いていただきました。それぞれの思い、を込めたですねメッセージ、イラストが書いてあります。一つ一つ一生懸命書かれていますので、後ほどどうぞごゆっくりご覧いただきたいと思います。またお向かい後ろの方のマークイズの、港未来のご協力いただきましてですね、1階に大きなクリスマスツリーがございます。そちらの前で、富士見台小学校と宮ヶ谷小学校の皆さんによるクリスマスソングの、合唱もこれから予定されておりますので、そちらの方もぜひご覧になっていただければと思います。最後になりますが、港未来、木々に、イルミネーションが年々華やかさを増しております。まあ、それと対照的に、LED のライトではないですが、ろうそくの優しい明かりがこの街を照らしています。一夜限りのキャンドルライトでございますが、子どもたちの気持ちを受け止めて、どうぞごゆっくりお楽しみいただければと思います。本日はどうもありがとうございます。ありがとうございました。西区のマスコットキャラクター西丸ちゃんも会場に遊びに来ております。続きまして、西区と交流のある滋賀県彦根市からお越しいただいております皆様をご紹介いたします。彦根市産業部次長兼観光企画課長牛沢敦史様です。彦根観光協会専務理事馬場稔様です。そして彦根市のキャラクターひこにゃんです。それでは牛沢次長にご挨拶をお願いいたします。皆様こんばんは。ただいまご紹介いただきました、彦根市産業部次長を兼ねまして、観光企画課長の、牛沢と申します。本日は、西区キャンドルアート2018にお招きいただきまして誠にありがとうございます。この西区キャンドルアートにおかれましては2008年から始まりまして、今回で11回目を迎えられるとお伺いしておりまして、このように、長く継続されておられますのも、ふるさと西区推進委員会の皆様をはじめ、横浜西区役所の皆様、そして区民の皆様のご尽力の熱意の賜物でございまして、心からお祝い申し上げます。さて、横浜市西区様と私ども彦根市は江戸幕府の大老で彦根藩主でございました井伊直弼公が日本を開国へ導いたことによりまして、横浜の港が開港したことや直弼公の銅像が鴨山公園に建立されたことなどから交流が始まりました。2009年に横浜で開催されました横浜開港150周年では初めて本市のキャラクターひこにゃんが初めて横浜の方へ寄せていただきました。また2015年には本市で開催させていただきました井伊直弼公生誕200年祭の閉幕式典におきまして、横浜市西区様と友好交流に関する覚書を締結させていただくなど、交流を深めさせていただいているところでございます。今後とも本日の催しなどを通じまして、両市の発展のためより一層の交流を深めていければと考えております。少し彦根市の PR をさせていただきますと、本市では、お近く のパシフィコ横浜で、24日まで開催されておりますお城エキスポ2018というものに、彦根市の方からブースを出展しております。また姫路、松本、犬山、松江、そして彦根の国宝五条で組織しております国宝城郭都市観光協議会でもブースを出展しておりまして、この国宝五条ブースでは来場者限定のノベリティ等の配布も行っております。
ぜひ、お城に関心のある方はお立ち寄りいただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。最後になりますが、本日このイベントにお招きいただきましたふるさと西九杉市委員会の皆様並びに関係者の皆様に感謝を申し上げ簡単でございますがご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。本日から24日までパシフィコ横浜で開催中のお城エクスポ18には彦根市にあります国宝彦根城も出展されています。最後に本日会場にお越しいただいていますふるさと西区推進委員会の委員をご紹介いたします。ふるさと西区推進委員会プロモーション部会副会長で横浜市西区商店街組合連合会事務局長の山田委員です。第三地区町内会自治会協議会会長の天笠委員です。お楽しみください。第四地区自治会連合会会長の林委員です。第5地区自治会連合会会長の平野委員です。第6地区自治会町内会連絡協議会会長の田中委員です。みなとみらい21地区MM タワーズ自治会会長の五十嵐委員です。本日はお越しいただきありがとうございました。以上をもちまして西区キャンドルアート2018のオープニングセレモニーを終了させていただきます。皆様どうもありがとうございました。キャンドルの点灯は20時まで行いますのでごゆっくりご覧ください。ステージ上に上がってお近くでご覧いただけるほか皆様の後方にありますマークイズみなとみらいの4階テラスからもステージの様子をご覧いただけます。この後17時30分からはマークイズみなとみらい1階グランドガレリアのクリスマスツリー前ステージにて小学校2校の児童による合唱が行われます。また18時30分からはこちらのステージにて西丸ちゃんとひこにゃんの撮影会を行いますのでお楽しみに。最後に本日の記録及び今後の広報用として西区役所職員が会場の様子を撮影させていただきますのでご了承ください。それでは本日はご来場いただきましてありがとうございました。ごゆっくりお楽しみください。